筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山下直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは筑波大学体育系名誉教授の浅井毅さんです。新型コロナウイルスのパンデミックはだいぶ収まってきたようですけれども、インフルエンザも流行っているし、何かと感染リスクが下がったとは言い切れません。感染経路が空気感染の場合、人の吐く息も感染源になり得るわけなんですけれども、実際のところ人とすれ違う時の感染リスクってどのくらいなんでしょうか。浅井さんの研究結果によると、すれ違ってから5秒以内がリスクのピークなんだそうです。浅井さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。浅井さんといえばですね、筑波大的にはサッカーの研究で有名な方なんですけれども、今回突然ウイルスの話になって、どういう心境の変化があったのかなと思ったんですけれども、この研究のきっかけっていうのはどこにあったんですか？やっぱりコロナのパンデミックが2019年あるいは2020年あたりで始まって、我々の運動部の練習、そういうものをすごく制限を受けて、もうみんな、一斉に活動中止で、ステイホームで、で、もう外で勝手に走ってても注意されるような状況で、運動が制限されたんですね。で、もちろん感染リスクがある中で制限されるのはしょうがないと思うんですけども、実際にどれぐらいそのリスクがあるのか、どういう時リスクがヘッジできるのか、回避できるのか、あるいはどういう時危ないのかっていうのがあんまりデータがなかったんですよね。だからやっぱりそのいろいろ調べてみて、日常生活のデータは少しは出てきてたんですけど、運動中とかスポーツ中のデータってのはまず皆無に近かったので、やっぱりそれはもう我々が自分たちで調べなきゃいけないかなと思って、で始めたということですね。確かに感染拡大の頃ってマスクしてジョギングしている人とか結構見かけましたけども、そこまでやる必要あるのかなっていう気もしていたりして、くしゃみをした時の飛沫の飛び方みたいなのは結構いろんなシミュレーション のデータも出てきていましたけれども、実際にこう人が動いた時のデータっていうのはなかったっていうことなんですか？もうほとんどなかったですね。もうまずは日常生活の本当のスタティックなところで、本当さっきおっしゃったくしゃみとか咳とか、そういう状況でどうだっていう話がもうメインで、あとマスクをしてるしてない、マスクがどうとか、そういうのはあったんですけども、もう少しダイナミックな動きとか歩行とかランニング中、そういうところのデータはあんまりなくて、で換気のある外で一人で走ってても注意されるような状況があって、そうですよね。やっぱデータ見て検討しなきゃいけないなというふうに思って、やっぱり始めたということですよね。なるほど。具体的にはどういう装置を使ってどんな実験をしたんですか？はい、我々は仮にウイルスと仮定して粒子ですね、粒子を吐き出すそういう装置を口のところにつけた、マネキンですね、電動自動車で移動できるようなマネキンを作りまして、でそこから口から粒子を吐き出しながら、エアロゾルのモデルを吐き出しながら、移動するっていうマネキンを作って、それでそのマネキンの粒子の流れを PTV っていうんですけども、レーザーでカットして粒子の動きを高速ビデオで撮って、でその画像処理からその粒子の数や動き、速度を出してその流れを見ると、そういうシステムを構築して、それで実験してみたということですね。マネキンを動かしてっていうことだから、結構な距離走らせるわけですよね。はい、2、30メートルですけども、そこガーッと動かして、で途中で速度が安定したところで撮るっていうことです。じゃあやっぱりかなり大掛かりな装置っていうか、規模の大きなところで実験しないとできないっていうことですよね。流れができちゃうんで、外のグラウンドっていうわけにいかないんですけども、ちょっとした小さい体育館的なスペースで、で換気もできる、あるいは窓も開けれる、そういうところでセットアップして、実験としてはやっぱり結構大掛かりでしたね。ちょっとモーションキャプチャーで人間の動作を取るとかなんかよりはもう結構大掛かりだったと思います。あ、そうなんですね。浅井さんは普段はサッカーボール の周りの空気の流れを確かめる、測定するような実験をしたり、人の動きをこうキャプチャーしたりして、どういう動きをするとうまく蹴れるのかみたいなそういう実験をされてるんですけれども、その装置が役に立ったということなんですか？
そうですね、そういう装置自体はちょっと違う装置も使ってますけども、まあ、そういう経験があって、うん、その物体の周りの流れを可視化する、そういうのはコンセプトは一緒なんで、うん、でもボールの周りの流れを可視化するとか、人の動きの周りの流れを可視化するとか、そういう経験、データの取り方、そういうのがやっぱり生きたと、まあ、生かしたというふうに思います。なるほど。で、その実験の結果、すれ違ってから5秒後ぐらいまでの間が感染のピークだということが分かったということなんですけれども、どういうことなんでしょう、これは。口からこう粒子を吐き出してて、まあ、実際の人間はその吐き出しっぱなしじゃなくて呼吸するんで吸ったり吐いたりなんですけど、まあ、とりあえずモデルとしては、まあ、リスクを大げさに考えてずっと吐いてると考えて、そういうエアロゾルが出しっぱなしな形で測定するゾーンを通過していくんですけど、まあ、その真横に行った時はまだ口から出たばっかりなんで、そんなにはこの頭の周りに巻き込んでて、そんなには粒子隣にはいかないんですよね。で、そんでそこから少し動くとその粒子がバーッと拡散していくんで、そうするとその測定するゾーン、いわゆる対面通行の時の人間がいるところに到達して、そこで濃度がぐわっと上がるんですけども、濃度がぐわっと上がって、でも外の換気もありますし、そのマネキンというかその人も過ぎ去ってしまうんで、そうするともう一気にまだぐわっと下がって、ピークがどれぐらいで、何秒でどれぐらい出るかっていうのが、まあ、計測できるってことですね。それが5秒以内ということなんですね。はい、もう大体もう3秒ぐらいなんですけど、3秒以内ぐらいでもうピーク来てすぐ減速するんですけども、まあ、でも3秒と使うと違うのが、もしかしてやっぱりデータにばらつきがありますから、それちょっと少しばらつきも見て、まあ、5秒以内というふうに表現したんです。それは普通に歩いていても走っていても同じなんですか？遅い方がもちろん大きく出るんですけども、速度に多少もちろん依存するんですよ。もちろん速い方が速度に依存するんですけど、まあ、5秒以内ということでは一緒でしたね。5秒って長いような短いような気がするんですけれども、実際のすれ違った時の感覚的にはどんなもんなんですかね。そうですね、例えがいいかどうかはわからないんですけど、例えばもう男性でも女性でもなんかこう香水とかなんかコスメティックなものをつけてる人とこうすれ違った時に、すれ違った直後にわっと、まあ、香りがして、その後ずっと消えていくとこがあるじゃないですか。ああいう感じだと思うんですね、はい、あれのもう少し大きな感じになったのが、まあ周りの流れで、そうするとその時間的にはもうやっぱり5秒以内には収まるという、しっかり正確じゃなくてもいいんですけど、まあ、そのあれのイメージとしてはそういう感じかなと思います。そういうことなんですね。ということはそのすれ違う時に相手とちょっと離れるようにすればいいとか、そういうことになるんですか？はいはいはい、それも、大きなドロップレットというか、まあ、粒子とかそういうのはすぐ下に落ちちゃいますし、大きいのはもう1メートルもいかないうちに落ちちゃうんで、そうするとこの辺だけが漂ってて、それが到着するんですけども、でも1メートルというと濃度がすごく下がるんで、コースを離せばその安全マージンはすごく、いきなり安全度は高くなるんですよね。そうなんですね。でもなんか人とすれ違うたんびにちょっと脇に避けるみたいなのはあんまり現実的じゃないですか。難しいでしょうけども、まあ、はい、それはそうだと思うんですけど、まあ風通しの悪いところとかね、そういうところで、そういうリスクがあるような現象が起きそうな時に少しそれを頭の片隅に置いててもらえば、感染の確率はぐっと減ると思うんですよね。なるほど、そういうことなんですね。でも次々と人とすれ違うような、そういう場合だとちょっと困っちゃいますね。それはもうね、息止めてるわけにいかないからもうそういうとこと合わないところか、もう換気してもらうしかないな、それは。いいとこ通るしかない。そうか、やっぱり人混みは避けた方がいいっていうことなんですかね。換気してあればね、よっぽど人混みでもね、いいんですよ。もう換気がないと、やっぱりエアロゾルが漂うような環境だと、やっぱりリスクは高く、ぐっと高くなります。ですから、夏でもそのエアコンつけてこう窓閉め切ったような状況、そういうところでなんかみんなでやってたりなんかしてた時に感染してる人がいたりすると、一気に広がる可能性は十分あります、ね。なるほどね。ということは逆に屋外だったらあんまり関係ないっていうことになるんですか？そうですね、我々のデータを 見た限り、その換気があるとすごく粒子の数減るんですね。もうあっという間に拡散しちゃうんで、重い粒子っていうか、そのドロップレットは早く下に落ちちゃうし、軽いのは空気の流れでバーッと拡散しちゃうんで、もうリスクは本当に小さくなる。だから外で風通しがいいようなところのリスクは本当少ないと思いますね。じゃあやっぱり外に出るか換気をちゃんとするかっていうことなんですね。そうですね、はいはい、中で閉じた空間だったらもう本当換気を考えてもらうっていうのが
いいかなと思います、うん、あでもこういうデータがちゃんとあると安心っていうか逆に安心して外に出られるっていう感じですね。そうそう、外はねもうなんかそんなもの気にしなくても大丈夫じゃないかなと僕も思って、うん、まあ実際もちろん、うんうん、慎重に心配しすぎることはないとは思いますけど、閉じたらその換気のない空間に比べればもう外の換気のいいとか、うん、本当リスクが低いと思います、ね、うん、あの今回はその風洞実験みたいなあの体育館みたいなところで空気の流れを作って、そこにマネキンを動かして、エアロゾルを飛ばしてっていうあの流れを見るっていうような実験をされたということなんですけれども、普段はサッカーボールを相手にあの実験をされてると思うんですけれども、普段の実験とはやっぱり違うところとかあの苦労したところっていうのはあるんですか？まあ、あの似てるところもあるんですけど、うん、動く幅があの幅っていうか距離がやっぱり結構ジョギングとか歩行といっても長いですから、そこをあのどういうふうに取るかっていうところで、まあ、サッカーボールも、あの縦に取れば結構長い距離 2,30 メートルが必要になってくるんですけど、まあ、横にカットするとそうでもないんで、うん、広いところででのデータを取るというところでやっぱり工夫が必要だし、いろんな制限ありますよね。エアロゾルの代わりのこの粒子っていうのはどんなものを使ったんですか？まあ、簡単に言ったらそういう、うん、パウダーですね、プラスチックみたいなパウダー、粉なんだ、粉を飛ばして、あの定常的に同じあの穴が飛ぶような装置があって、そこでそれを風を吹かして、うん、コンプレッサーで風を吹かして、そこからあのブローしてあの噴流にして出すという、そういう形なん で、まあ、粉なんですけども、小さくはなるけど消えてなくなるなその処理もまたあのなかなか大変だったと。ああ、じゃ あの体育館みたいなところに粉があの飛び散るっていうか撒き散らされる感じですか？あ、そう、でももう小さくて薄いんで、それはもう、うん、あのね、ベビーパウダーが下にこぼれたそんなことはないですけども、でもやっぱり何回も実験やってると薄くどんどん残るし、やっぱそれの影響、あのそこで人が動いたり、うん、マネキンが動いたり車が走ったりすると巻き上がってくるんで、それの影響がデータに出てしまうんで、うんうん、だからもう一回一回のエアロゾルの処理、それをきれいに一回取り除いてまた次の実験するといった時のインターバルがすごく時間かかるし、換気して床も掃除してっていうの大変です。広い場所でそんな一回一回そんなことしなきゃいけないですね。毎回あのお掃除の練習っていう感じでそうか、じゃあそれはなんかあの人手もたくさんいりそうですね。そうなんですよ、だから実験やるときはもう車の運転とかあの測る人とか 2,3 人でいいんですけど、掃除っていうのともう 4,5 人は必要でそっちの掃除係やってるようなもんですよそっか、じゃあ結構たくさんの人にあの協力してもらってっていうことですね。はい、そうですね、実験協力者の方結構手伝ってもらって、あの結構大掛かりだったと思います。うん、あの今回はマネキン1人分だけということなんですけれども、例えば2人で一緒に並んで歩いてる時とかそういうようなことっていうのはまた違ったことになりそうなんですか？まあ、あのマネキンのデータを応用すればある程度見えてくるところもあると思うんですけど、やっぱりもっといろんな、うん、もっとそのさっきのパラレルな運動だけじゃなくていろんな動きがあるようなところ、それはやっぱりもう流れが全然違ってくるんで、うん、それはあの実際測ってみたいし、測ってみないとあのなかなかわからないということがあると思いますね、うんうん、でもそういう実験やるとなるともっともっと大変なことになりそうですね。あ、結構大変で相当その気にならないとやんないそうですねそうなんですよね、もう本気でやんないとなかなかデータ取れないというところですよね。あの今回の実験は設備が揃っているからやろうと思えばできるっていうことはあったと思うんですけれども、本当にあのこれでいけるっていうような実験の設計みたいなのっていうのは最初からあったんですか？いや、あのそうでもなくて、最初1回2回あの風洞で咳とかなんかの簡単な実験やってて、うんうん、で、まあ、まあエアロゾルっていうかドロップレットが早く落ちるっていうのはもうそこの風洞でも確認できてて、うん、そういうのをデータをもとに、でもやっぱりあの小さいエアロゾルだったら飛ぶし、あの、うん、どんどん循環してくるん でそういうのを踏まえて広い範囲で実際にマネキンを動かして測らなきゃいけないんじゃないかなって、よりリアルな状況を再現しないと実際のところは見えてこないんじゃないかなと思って、うんうん、まあ、そういうのを計画してやってみた。でもあのデータがどういうふうに取れるかっていうのはもうそんな確信はあるわけじゃないし、また見えないものを測るんで、そうですよね、はい、だからもうそれは本当あのある意味出たとこ勝負のとこもありますけど、うん、まあ何回か回数をこなすのとあの繰り返すのと、やっぱりしっかりクリーニングして
いい条件でセットアップして実験すると再現性も少しずつ出てくるようになって、それでまあ少し傾向が見えたというところだと思いますね。うんうん、じゃあ相当な回数あのマネキンを走らせたっていうことなんですか。そうですね、まああのうまく取れなかったとかそういう時もありますし、だから春夏秋冬ってずっと、まあ、準備も含めたら1シーズンあの、毎日じゃないですけど、1ヶ月に1回とかそんな感じで、1回っても大掛かりなんで、みんなも集まってやらなきゃいけないんで、うんうん、それを春夏秋冬もずっとやってた感じですね。それは、ああ、結構大変ですね。しかもね、毎回お掃除もして、そうそうそうあ、でまあその結果として、まあ、ピークは5秒以内ぐらいだっていうのは、これは感覚的にはそんなもんだろうなっていう感じですか、それともちょっと意外な感じだったんですか。いや、あのいろんな流れ見ててもそんなにあの突飛な拡散するとは思わなかったし、あのそれはボールの飛んでく、うん、あの渦とかその流れと似てるところもあると思うんで、そうするとまあ5秒ぐらいっていうのはある程度予想できるわけじゃないんですけども、そんな、あの想定外っていう感じではなかったですね。うん、じゃあやっぱりサッカーの研究の知見も少し役に立った感じですね。やっぱりサッカーボールの後ろとか、まあ、サッカーボールじゃなくてバレーボールとかありますけど、飛型場の流れって本当複雑で、条件によっていろいろ変わってくるし、うん、今回の人間の動きの後ろの流れもわからないこといっぱいあって、まあ、まだまだこれからの領域だなって思いますね。うん、そうか、あのボールの方が捉えやすいような気もしますけれども、人の動きもボールの動きもやっぱり同じように不安定っていうか、あの飛型場の流れが出てくるとやっぱりすごく、うん、あの不安定になってくるし、ちょっとした流れの違いが後の方に全然大きな違いを及ぼすんですよね。うんうん、でしかも実際人間が動いてるところって3次元空間動いてるんで、だからそこの流れって本当複雑で分かりにくくて、うん、まあ、簡単に2次元で絵描いてね、例えばカーブのボールの仕組みはとか言って2次元の絵丸描いて、こっちの流れとこっちの流れが違って、あのこれマグナス力が出てねって言ってそれはまあみんなうんって言って分かるんですけど、はい、でも実際のボールってあの右と左流れが違うって言って、どこでどういう風に流れになってるかってほぼほとんどの人分かんなくなってくるし、だから そうですね、そういう状況が分かったとしても、例えばあの大谷選手が投げるスイーパーとかああいうボールの流れが速くて急に大きく動くとかって言われてるんです、うん、それもなんかいろんなこと解説できたとしても本当に流れがどうなってるかっていうのはまあ多分誰も分かってないと思うんですよね。うん、そっか、じゃあやっぱりそういうこともこれからの研究では扱っていくということですね。そうです、そういう人とか道具とか用具とかそういうのの周りの流れと、その人のそういう動きとかなんかのパフォーマンス、うん、それでなんか新たなものが出てきたり、あるいは新たな理解ができたり、そういうのが、うん、まあ、十分可能性はあるし、まあ、実際そういうのを我々も進めているところですね。うんうん、はい、ありがとうございます。では最後になりますけれども、まあ、今もお話少しありましたけれども、これからやってみたい研究テーマとか将来の野望などなどなど含めてですね研究への愛を語っていただければと思います。野望なんか全然ないやっぱり分かんないことを、まあ、知りたいし見てみたいっていうのがあって、うん、まあ、我々スポーツ体育系にいるんで、スポーツが まずとりあえずあるんですけど、そういうスポーツの時の人間の動き、あるいは用具道具の動き、それに関係した周りの空気の流れ、それがどういうふうになってて、うん、どういうふうに働きかけるとどういう反応をして、まあ、そういう相互作用があるわけですよね。それでその相互作用をうまく理解して、あるいはうまく活用して、うまく最適化してパフォーマンスを上げたり、そういうのの研究、それはもうまだまだ未開発のところが多いと思って、そういうところをまあやれるところからやっていきたいなって、まあ、やらなきゃいけないかなと思ってるところです。空気の流れもよく勉強しないとスポーツはうまくならないっていうことなんですかね。そうですね、まあ、それをあの知らなくてもできるかもしれないんですけど、それを理解して自分のあれに技とかパフォーマンスに応用すればもっと世界が広がると思う。なるほどね、はい、ありがとうございました。筑波大学体育系名誉教授の浅井武さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。サッカーの研究に使っていた実験設備でウイルスの感染リスクを調べるなんて、運動する人たちにとって行動制限はよっぽど辛かったんでしょうね。
それにしてもマネキンを走らせては掃除するというのを繰り返していたとは、いろんな実験があるもんだなと思いました。実際に人とすれ違うたびに何かするっていうのは難しいですけれども、すれ違いざま5秒間が大事ということを知っているだけでも安心です。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。